どうも、新宿アボイ金城です。井戸です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、いやちょっとね、ネットニュースに非常に興味深いやつありましたね。はい、岡本真理さん、宗教団体設立ということでねついに教祖様にね、なられたということでなんかありましたね。はい、いやーすごいよね、岡本真理さん。ね、なかなかさ、こういう、まあいろんな人とさ、関わってくる仕事じゃん、お笑いって、でもやっぱこう、なんつうの、昔喋ったことがあるとか仕事したことある人がさ、教祖になるって初めてのこと。そうね、あんまりないね、そのパターンね。まあ我々も言ったらちょっとお世話になった人間じゃないですか。まあそうですね。だからね、僕は非常にね、ちょっと応援したいなと思いますね。はい、岡本まり、お笑いライブ、ライブショーね、ライブショーっていう営業ね、営業ね、で前座で20分やるっていう、我々はで時間持たないから、うちは20分やってメインが10分しかやらないってまあそんなことはね言ってたけど、実際ちゃんとやれる人だったからね。まあまあね、うん、息子の守護霊になりたいということで、教祖として理念を守り活動。それってこれで どうするの、宗教になるってさ、今日本格的なあれなの、本格的なやつなんじゃない。ガチでそんな、例えばいや、それシャレとかじゃないじゃん、これは多分出し方としては、マリマリ宗教本当に名称ね。とそのうち目的は好きな人の守護霊になれるって、お布施なしで、お布施なとかないんでしょ。どうしてもお布施したいならいいねやリツイートコメントなんで応援、理念は愛は捧げるだけのもの、一大切な人を当たり前に大切する、二苦境も認める勇気、許す努力、さ自分自身を愛し大切にすること、4人を気づけない、などなどね、ありますね。だこういうのってさ、なんか開業届みたいに出すのかな。開業届け、宗教開きましたみたいな。だから法人化とか宗教法人とかそういうのはどういうあれなのね、基準なんだろうね。でもまああれか、別に商売じゃないから、あれなんかな、なんなんだろう。お布施は取らないっつってるもんね、いいねとかリツイートで。ああいう、なんなんだろうな、サークル的な、サークルなのかな、みんなでだから、愛する人の守護霊になりましょうって、ね、なかなか、あれかも、なかなかすごい道を切り開くよね、いろんなことやってるよね、でもね、まあ、ね、それはそれすごいよ ね、最初モノマネから出てきて、なんかね、気づいたら、なんか映画のね、原作者みたいなのがあったりね、いろいろやりたいことがたくさんある人なんだね。すごいよね、それはね。なかなか それすごいよ、なんか俺だ。俺なんかさ、やりたいこと一個もないからさ、なんか尊敬するんだよな、なんかそういういっぱいやってる人って。まあ、そうやってね、バイタリティがあるとか、ね。バイタリティあるって、何を突き起こすんだろうね、なんかやる、なんかやらなきゃって感じるのかな。まあ、向こうからしたら俺のことは全く分かんないだろうけどね、何にもやりたくないってどういう子なんだとかね、あるかもしれないけど、まあ何かしら話題作りというかね、話題作りなのかね、まあそういう何かをやることでね、すごいよね。もうでも、もう、やめて、え、オタプロやめて結構経つんじゃない。経つよね、だってもうね、だっていろんな事務所入ってるよ、転々としてる。あ、転々としたっけ、なんかね、離婚もしてね、再婚もしてみたいな、波乱万丈だよね。ね、なんか人生楽しいだろうな。どっかの市議会議員さん、ね、あ、そう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 、旦那さんね、今埼玉県の、そうそうそう、市議だっけ、なんか詳しいねなんか いやいやなんとなく議員に詳しいの、議員に詳しいのかもわからないけど、すごい、ね、落ちちゃったんだよね前回ね。あ、そうなんだ、そうそうそう、詳しい、追ってないからな、そこまで岡本真理の旦那さんがねどうなった、確かに全埼玉県にね、そうでしょう、市議会議員とか、ね、いや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 、すごいよ本当に、偉い、まあでも偉いわ、マリマリ。まあ言ったってでももういくつ、結構な、まあ、30何歳、もうそうだよね、言ったって言ってもだって、うん、30前後なんじゃない、すごいすごい若い、い
イメージはあるけど、若い時に会ってたイメージなの、仕事をしてたイメージなんでしょ、ね、我々と。そうだね、うん、すごいよね。ね、まあどうなんだろうね、その、え、うん、いや、気持ち的に大変じゃないかなと思ったりもするけどね、そのいろいろ言われるじゃん、そうやって1個何かをやるとね、それエネルギーにしてんじゃない、それはエネルギーなのかね、そういう人いるじゃん、うん、まあまあ確かに、それをエネルギーにしてっていう、うん、ね、なかなかしんどいこともあると思うけどね、いろんな人がいろいろ言われちゃうね、まあ言われると思うけどね、うん、もう超越したんじゃない、そういう、まあ、それでもうだって宗教行ってるわけだから教祖になるって、もうなんとなく見えたんじゃない、世の中の感じが、うん、なるほどね、まあまあ、それでもその方が自分的にはね、普段の生活の立ち回りもいいのかも分からない、ね、いいでしょう、うん、もうだってもうほぼ何にも気にしないみたいな感じじゃない、うん、これも、うん、好きな人の仕事になるために仮装するっていうだけだ、うん、なかなかできることじゃない、うん、やっぱ俺みたいな煩悩があるってさ、うん、人のために役に立ちたいとか全くないからさ、うん、そう考えるとやっぱ数百倍だから結構いい仕事してる、正反対のところにいるのかもね、真逆のところにいるのかも、うん、何もしてもないし、できりゃできりゃネタやお金もらいたい、ね、いや、まあだからじゃあ極端だけどね、とでもだから対談なんかしたらもうすごいんじゃない、お互いが、お互い、ね、価値観の相違が、あ、だから興味深いかもね、お互い、あ、お互い、ね、ないところじゃない、うん、俺ないことをやってる人ってすごい興味深く聞けるね、あ、まあ、確かにね、自分にない夢、うんね、でもまあ応援する人もいるんだろうしね、そりゃ一人でしょ、ここにだっているんだから、うん、まあ、まず一人いる、まず一人いるんだから応援してる方が、応援してるよ、だって応援してる方がすごいなと思ったから、ああ、なれるんだ宗教って、もうまあね、うん、あんまり身近でいないからね、いないじゃん、うん、もともとなんか自分が生まれる前からさ、宗教ある宗教しか俺は見てないから、うんうん、ああ、まあね、新たになんか生まれるみたいなって、なんかドキドキするじゃん、うん、なんかね、急になってさ、山が火山活動で山ができましたとかってなったらさ、うん、ワクワクするでしょ、まあ、確かにないところ、ね、ないところにキュンポンって、うん、だからね、うん、まあなんかそういうのって何かしら サークル的なもんから始まるのか、うん、ね、ね、うん、そうだから、まあ遠くから応援してます、僕は、うん、本当にすごいです、頑張ってください、はい、頑張ってください、ありがとうございました。